今回の食材はこちら、セリです。セリを使った料理を教えてくれるのは西川拓夫先生です。では早速よろしくお願いします。お願いします。先生、今日はどんな料理を作っていきますか？はい、豚肉で巻いたセリのソテー、フレッシュトマトソースを作りたいと思います。セリのソテーですか？はい、とっても楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回作るのは豚肉で巻いたセリのソテーとフレッシュトマトソース。材料はご覧の通りです。ではまず何からやっていきましょう？はい、まずセリの方を、カットしていきたいと思います。はい、まずセリを茎の部分と葉の部分に分けます。はい、茎と葉っぱを分ける、はい、このあたりで。そうですね、はい、カットします。茎は4等分にカットし、葉は粗みじん切りにします。これぐらいですかね？はい、はい、もう切るとセリのいい香りがしますね。そうですね。では先生、セリが切れました。続いては、はい、ニンニクをですね、包丁で軽く潰していただけますか？はい、はい、こんな感じで、はい、はい、トマトは5ミリ角にカット。では続いては、はい、生ハムを半分に切ってください。はい、はい、切れました。はい、では続いては、はい、豚肉に軽く塩をしてください。はい、はい、この後ですね、生ハムも乗せますので、生ハムの塩気もあります。なので塩は本当に軽く当ててください。はい、豚肉に塩を振り、生ハムとセリの茎の部分を乗せて巻き、爪楊枝で止めます。では爪楊枝で刺します。はい、こんな感じで、はい、はい、開けました。はい、鍋にオリーブオイル、潰したニンニクを加え火をつけます。で最初にこう斜めにする理由というのは？そうですね、オイルに、ニンニクの香りを十分に、伝えるためにですね、斜めにした方が香りが立ちますね。ニンニクに少し色がつき香りが出たら、アンチョビ、ケッパー、トマトを加え煮込みます。で弱火で軽く煮込んでください。はい、でソースを煮込んでいる間に豚肉を焼いていきたいと思います。はい、豚肉に薄力粉をまぶし、フライパンにオリーブオイルを入れ焼きます。先生、だいぶお肉に火が通ってきました。はい、余分な油が出てきますので、そちらをキッチンペーパーで拭き取ってください。はい、全体に焼き色がついたら白ワインを加えます。ソースもいい感じになってきましたね。はい、仕上げにですね、はい、セリの葉の部分、そちらを加えて火を止めます。はい、仕上げに今回主役のセリの葉を入れ、全体を混ぜ合わせます。はい、軽く合わせて、はい、火を止めましょう。はい、もう葉の部分は去っていいんですね、火を。はい、そうですね。それでは盛り付けに行きたいと思います。はい、お願いします。お皿に盛り付けたら完成です。シャキシャキとしたセリの食感が楽しめる色鮮やかなセリのソテーができました。ではいただきます。セリの緑が鮮やかですね。美味しいです。セリの食感がとてもシャキシャキしていて、とっても美味しいです。豚肉と生ハムと一緒に巻き込んでるので、しっかりお味もついてますし、このトマトソースとの相性もバッチリです。セリの緑とトマトの赤、なんかクリスマスカラーのようですので、ぜひクリスマスパーティーでも皆さん作ってみてください。セリの食感と、セリの香りを十分に楽しめるイタリア料理となっております。ぜひご家庭で作ってみてください。よろしくお願いします。